クレヨンパス型紙を使ったぼかし技法。クレヨンやパスと型紙で絵を描いてみましょう。好きな形に画用紙を切って型紙を作ります。型紙の縁にクレヨンやパスで色を塗りましょう。型紙をしっかり押さえて、ティッシュペーパーで外側へこすります。型紙の形に色がつきました。色を塗り直すと型紙は何度も使えます。形が写せたらそこからイメージを広げて絵を描いていきましょう。絵は形の中に描いても形の外に描いてもいいですね。絵が出来上がりました。切り方を工夫して細長い型紙を作りましょう。形が写せたら型紙を少しずらしてこすってみます。型紙の形や色、向きを変えて重ねていきましょう。色と形の重なりで面白い模様ができました。皆さんも型紙を使った表現に挑戦してみてくださいね。